母親と須野と三人で心細い日々を過ごしていたのだと思う。そこさきへおめえが来てくれたんだ。真っ赤なほっぺたすて。私行儀作法何にも知らねえくて言葉も汚ねえし。でも母親おめえを気に入っての須野より鈴がいて私何もかも一から教えてもらいました。掃除の仕方、お漬物や味噌の作り方、お料理、縫い物、機織り、お花の育て方、お習字、大和歌。大和歌まで習ったのか。金文字のお稽古でたくさん教えてもらいました。どんげだ歌だじゃ。いろいろ歌って見せてくれねえか。恥ずかせ。主人の言いつけだ。歌え。あ、シェマ歌います。うん。朝狩りに今たたすらしい、ゆうかりに今たたすらしい、みとらしのあずさの弓の音すなり。綺麗だ声だの。もっと歌え。嫌です。主人が歌えって頼んでる。はい。休みしし和合君の明日には鳥なでたまい。これ